皆さんこんにちは、アルテミデと申します。本日ですね、本来でしたら2曲お届けする予定だったんですが、ちょっとメンバー、ベースのこう代打でお願いしたので、本日は1曲のみの演奏とさせていただきたいと思います。でちょっと司会がつなぐの大変だと思うから、ちょっと喋ろうかな。なんか5分、5分じゃないですけど、少し5分も喋ったんで私たちはなんかバラードを歌ってるバンドなんですけど、本日演奏する曲は黒木渚さんのエジソンという曲をお届けします。ちょっと違うエジソンが巷で流行ってるので、あの曲名で来た方で、もしあのてっててての方を歌ってほしい人いたら本当ごめんなさいという気持ちなんですけど、踊る暇があったらねっていう、はい、っていう違う曲になりますので、そちらもぜひよかったら帰ったらまた聴いてね自分の中のエジソンを塗り替えてもらって、黒木渚さんのエジソンがエジソンだよっていう風に過激派になっていただきたいなと思っております。はい、1分ぐらい喋りましたけど、歌うか任せた後のことは、野外ステージの話を、ですね、先ほどからたくさん宣伝されていると思うんですけれども、私たちアルテミデも11月23日木曜日祝日水曜日か祝日の、屋外のですね、野外ステージという大きなステージで歌わせていただくことになりました。その日はですね、別の曲をまた演奏させていただくので、ぜひそちらも、見に来ていただけると嬉しいなと思います。で時間はアカペラ1年生枠なので、少し早いかな、午前中11時ぐらいに演奏することになって、12時12分だそうですね。覚えやすいですね。12時12分にぜひお待ち、そんな喋るなって、歌に歌聞きに来てんだからねそろそろ歌います。すいませんでした、すいません。はい、それでは準備はいいですか。はい、それでは聴いてください。黒木渚さんのカバーでエジソン。はは、言っちゃった。まばゆくも光と私たちを照らす電球のように、薄いガラスの頭蓋骨に灯るひらめきは愛かしら。君を抱きに行こうと思う。
しら。まばゆくも光合と私たちを照らす電球のように、吸いガラスの頭蓋骨に灯るきらめき笑いかしら。ありがとうございました。アルテンデでした。